中谷社長叩かれて、令和の虎の社長たち、かっこ、竹之内社長、株元社長、林社長など、みたいな SNS 発信している情弱ビジネスが参照されている風潮どう思いますか？まあ別に全部情弱ビジネスだとはそんなに思わないけど、あれ情弱ビジネスだと言ったら全部情弱ビジネスになっちゃうからね。まあ、できるだけ物を高く売るっていうのはどの商売でも基本ではあるからね。まあ、幕張社長叩かれすぎっていうか、広瀬さん、幕張社長目の敵にしすぎだろうというふうに感じはするけれども、あんまりその、そういう SNS での人間関係みたいなのがないからなのかなとかね、思いながら。あんまり、まあ、下に降りてこないって言ったら言い方悪いけれども、なんか社長ですみたいな感じで YouTuber として一人でやってるからそういうふうになるのかなとかね、思いますけどね。いけない場合はアンチが喜びそうな、マイナスの情報を誇張して言ってると自分はありますね。かまっちゃうか まあ、わかんないです。池谷さんのパーソナリティー、やっぱ池谷さん人気だな。持ってるよな、池谷さん、本当に。本当に持ってると思うよ。めちゃくちゃ持ってるな。良きにせよ、悪きにせよ、めっちゃ持ってるのは間違いない。